ラパナ級 m a c シップの一隻メガボルトアレクシア MAC シップまたは商船空母とは第二次世界大戦前半にイギリス海軍が運用した商船に飛行艦板を設置した簡易航空母艦のことである護衛空母の大量収益まで戦団護衛の役目を担いドイツ軍の通商破壊に対抗した第二次世界大戦においてドイツ軍は主に来た 大西洋上でイギリスに対し潜水艦、航空機を用いて通称破壊活動を行った。戦争前半においてドイツ軍の U ボートや FW200 爆撃機は多数のイギリス商船を沈めるに至った。それに対抗するためには航空機による船団護衛が有効であったが、イギリス軍の航空母艦や長距離消火機は不足していた。 イギリス軍は給与の策として1942年6月頃から商船の CAM シップへの改造を開始した。これは商船に戦闘機とそれの射出用のカタパルトだけを設置したものであり着艦設備はないものである。戦闘機は空戦終了後、不時着水し、搭乗員は収容し航空機は破棄するものであった。この方法は、船団防空に 一定の効果をもたらしたが、搭乗員の収容に問題があり、また対戦紹介ができなかったために、さらに有効な戦団護衛方法を検討することとなった。これにより、考案されたのが MAC シップと呼ばれる簡易空母である。商船の船体上部に全通飛行艦板を設置して、航空偽装はなされてはいるものの、商船として運用され、 貨物や油の運搬能力も残されている。運航は民間席のまま民間の船員によって行われ、航空関係者だけが軍人であった。最初に完成した MAC シップは1943年7月竣工のエンパイア・マック・アルペーンである。これは建造途中の穀物運搬船を MAC シップとして設計変更したものである。 合計で3級1 9隻が改造された。MAC シップは、戦団護衛の対戦紹介において、十分な役割を果たしたものの、護衛空母が大量に収益するに至って、その役目を終え、戦争後半に、通常の商船に戻されている。なお、オランダ戦隻のタンカーを改造した2隻は、オランダ人の船員によって運航され、航空要員も自由オランダ軍の部隊が、 乗船していた。ラパナ QMAC シップの一隻、メガボルトアンキュラスの飛行甲板上に係かか寄されている、ソードフィッシュ来撃機飛行甲板上には、雪が積もっている原型となった船によって若干、異なるが、船体に支柱が立てられて130メートルから140メートル程度の飛行甲板が張られ、上に小さな船橋構造物が置かれている。 飛行艦板には4条の着艦制動作が設けられた。どのクラスでも搭載機数はわずか4機であり、タンカーを原型としたラパナ級とエンパイアマッケイ級は格納庫を持たないので露天係をされていた。穀物運搬船を原型としたエンパイアマックアルペン級だけは飛行艦板下の格納庫とエレベーター1機が設置されている。また、カタパルトは いずれの級でも装備されていない。搭載機はソードフィッシュが用いられたために、カタパルトを持たない小さな飛行甲板であっても、運用が可能であった。ありがとうございます。